これどうですかね、こっちの方が良さそうじゃないですか。いやいやいや、あ、綺麗。あ、おしゃれ。皆さんこんにちは、れなちです。はい、今日はですね、YouTuber スカウト企画で見事コラボさせていただいたプロのカメラマンの茅野さんに来ていただいています。茅野さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。茅野さん、私とのコラボを楽しみにしてくださっていたと聞いたんですが。めちゃくちゃ楽しみにしてました。 ありがとうございます、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、プロのカメラマンの茅野さんに、私恐れ多くもプロの技術を学ばせていただこうという企画なんですが、よかったですか。あ、頑張りましょう。はい、お願いします、はい、普段私ですね、お料理こう食べに行った時とか、自分で作った時とか、はい、写真を撮る機会が結構あるんですけど、はい、なかなかうまく撮れなくて、こう映える、インスタ映えするような写真って撮られますか。大丈夫だと思います。大丈夫ですか、はい、じゃあ今日は実際に作ってみました、料理を。はい、はい、それがこちらです。はい、スパゲッティなんですが、このスパゲッティのうまい取り方をぜひ教えてください。はい、もう綺麗ですね。はい、ありがとうございます。今日はスマホで、はい、ということで良かったですかね。はい、はい、じゃあ、はい、皆さん撮ってみてください。わかりました、私なりに、はい、いつもこう迷うんですよ、上から撮るべきかこう撮るべきか迷うんですけど結局なんかこう全部入るように上から撮っちゃうことが多いです。なるほど、はい、と注意することがあって、はい、こう真上から撮ると自分の影が映ることがよくあるので、スマホでにズーム機能がついてるスマホだったら、はい、2倍とかにしてもらって、でこうパチって撮った方が影が入らないように撮れるので。あ、綺麗。こう影が入らないように撮れるので、いいと思います。私その機能使ったことなかったですよ。いつもこうやってだからこう離れて、あ、そうです、そうです。あ、 なるほど。なるべく遠くで撮った方がいい。あ、そうですね、こういう感じで。見えてます、大丈夫ですか。あんまり見えてない。なるほど、ですね、そうやって撮った方が光が綺麗に入りました。そうです。おで、はい、あとちょっと影をつけていってやった方が、うん、綺麗に撮れることが多いんですね、はい、で今外の明かりと、はい、中の光と2つの光の色があるんですけど、はい、それを1つにすると綺麗に撮れると思うので、はい、ちょっとやってみましょう。わかりました。電気を消します。真っ暗です。はい、真っ暗。この状態で撮るんですか。はい、じゃあちょっともう1回、はい、これでさっきの踏まえ、はい、ズームで、そうですね、ちょっと明るくしてやった方がいいかもしれない。明るくピッてやって、あ、でこう、あら、ってやって、あ、でなんかすごい影が結構出てくると思うんですけども、はい、じゃじゃん、まあ何でもいいです。白い紙を、はい、こうちょっと影の方に置いてやると、ちょっとここの影がなくなったのが分かりますかね。はい、あ、本当ですね。ですね。こういう風に。これでもう一回ちょっと撮ってみてもらっていいですか。はい。ってなると、さっきのと比べて影がちょっと少なくなってるんですけど、影はしっかりついてる感じになって、おしゃれ感が増しましたね。ですね。綺麗に撮れると思います。喫茶店とか行って、レストランに行って食べてもらうときも、こういうなんか持ってる白いものをちょっとこう影の方向にもやるだけで全然違ってくると思うので、なんかさっと出してさっと撮るみたいな感じで撮るといいんではないかなと思います。はい、何枚か撮らせてもらったんですけど、やっぱりこうプロの実物を見たいなと思いまして、はいはい、いいでしょうか。あ、わかりました。はい、お願いします。すごくハードルが高い気がするおお、ね、もうそこから違いますね。あともう横からとか、横からだったらちょっとサラダを入れてやって、こういう感じ。なんとなく上からの方がおしゃれ感はあります。
ですね。あ、素敵。わあ、すごい。まあ、こういうちょっと余白を作ってやるっていうのは結構必要で、料理写真あの余白がないと詰まった写真だとあんまり面白くないので、ちょっと余白を作ってやるといいかなと。なるほど。私もなんかこうバッて全部をギチってまとめちゃうことが多かったので、あえて余白を作って、余白を作って、で皿は全部まん丸に映るんではなくて、どっかを切ってやった方が、あ、そうか、そうです、ね、構図的には面白いかなと。これどうですかね、こっちの方が良さそうじゃないですか。いやいやいや、全然違いますよ、ね、なんかこのツヤもこっちの方が出てるし、私の写真ちょっとブレちゃったんですけど、多分、はい、そのブレないコツとかってあるんですか。手ブレは、はい、だいたいこういう風に片手で撮ったりすると手ぶれることが多いので、はい、両手で持って脇を締めて、でこうピッと押した方がいいですね。両手で持って脇を締める。はい。なるほど。はい、じゃあパスタすごい綺麗に撮らせてもらいました。はい、ありがとうございました。突然なんですが、はい、私好きな食べ物がありまして。何ですか。唐揚げなんですよ。唐揚げ、はい、すごくハードルが高そうですね。、はい、今日実は用意してみました。唐揚げ、これは大変だ。大変ですか。これを綺麗に撮るの結構難しいんです。そうですよね、はい、一色ですもんね。一色ですね、はい、茶色い食べ物ってプロでも撮るのがすごく難しいので、腕に差が出ると思います。お、じゃあまずは私から撮らせてもらいます、はいはい、いやまず唐揚げってどう撮ったらいいんだろう。せっかくだからこの形を生かして、形を生かして撮る。立体的に撮ってみようかな。なるほど。はい、もうドアップで撮ってみました。ここの状況で撮るっていうのはすごく難しいと思うんですよ。なるべく立体感を出すにはやっぱ窓際とかその肩明かりの状況を作ってやらないと難しいですね。はい、ちょっと窓際に持って行って撮ってみましょうか。はい、はい、ちょっと電気を消します。じゃあ瀬名さん、ちょっともう一回撮りましょうか、はい、これで、はい、上からですか。ちょっと2倍でアップした方がいいかもしれないですね。はい、はい、あ、いいじゃないですか。いいですか。さっきのと比べてどうですかね、立体感が。全然違いますね。全然違いますよね。色も違いますし、はい、色が全然こっち美味しそうじゃないですもん。そうですね。これだけで撮るとやっぱ影が強かったりするので、うん、レフ板っていうのは必要なんですけども、はい、あのなるべく立体感を損なわずにこう起こしてやるっていうのが重要かなと思います、うん、じゃあ茅野さんに撮っていただこうかなと、はい、本当ですか。はいはい、はい、こんな感じです。あ、おしゃれ。もうなんかそのスーパーで買ってきた唐揚げなんですけど、あれ自分が作ったすいません、唐揚げに関してはちょっとスーパーで、はい、お惣菜を買ってきたんですけど、なるほど、はい、なんかおしゃれカフェの唐揚げみたいな感じですね。そうですよね。すごい、あの条件が変わるとだいぶ、うん、照明が変わっただけでやっぱり、うん、あの全然違った風に見えるので、まあ、移動して窓際で撮るっていうのは結構重要だと思います。そうですね、はい、編集のところの中に、はい、こういうのがあっていろんな小モノクロになったりするんですけど、これのビビットっていうのにして、はい、ビビットっていうのにして、自動補正ってなったちょっと明るくなりましたね、はい、あとは細かい設定がいろいろあるんですけど、このシャドウを上げてやったら影がなくなるので、であと一番重要なのは、このサイドと温かみっていうところですね。で温かみっていうところは、こう色の温かみが変わるんですけど、赤くなったりするってことです。食品の場合はちょっと赤っぽくした方があの綺麗に出るん でこういう風に元がこれですからね。ああ元がこれで加工するとこうなるんで、こんな感じです。は
はい、ありがとうございました。すごく勉強になりました。私も一応こう20代で、はい、あの映えとか好きなので一応知ってるつもりではいたんですけど、はい、知らないことだらけで、ちょっと次友達とどっか行った時披露したいと思います。よかったです。はい、では私もあの修行を積んでいこうと思います。修行積んでください。はい、ありがとうございました。それではまたね。だんだん。